あの絶景を待ちたいと思います。カルストロー、どこ、あれ今のとこだったのかな。よくわかんない感じになってますけど、今私は秋吉台カルストロードを走ってまーすお、あ、なんかここで会ってたのかもしれないけど、とにかくすごい、とにかくすごい、とにかくすごい、とにかくやばい、とにかくやばい、うわー、最高、最高、やばい、ね、たまんない。ちょっとなんかこう車で来る景色とバイクで来る景色が違いすぎてなんか涙が出そう。うわー、ちょっと空気吸おうかな。寒いわあ、すごい、わあ、この秋の秋吉台もう綺麗ですね、とっても。ですね、本当にもうすごいすごいすごい、あ、かっこいい。私すごいとことか走ってるけどまあ楽しみ方はね、人それぞれですよね。わあ、日が当たってる、ここやばいな。なんだ、神でも出てくるのか、ここは、ここは、うわP って書いてあるところにちょっとバイクを止めてみましょうかね。200メートル先に駐車場があるようなので、はあ、ここ左に曲がるのかな。
曇ってきてるな。あ、しかしすごい。今駐車場のところでバイクの人たちとお話をすることができました。東京にいる時ってあんまりこういうことなかったので、なんだかすごく嬉しかったです。で、なんか話していたらちょっと雨が降ってきちゃったので、まあ、今からまっすぐ帰りたいと思います。天気がいい時、来年かな、リベンジしようと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ハッチライダーでした。ありがとうございました。